G 社軍の狙いはおそらく2つ。1つは風間陣の確保、もう1つは陣を守ろうと動く我々の殲滅だ。これが G 社の戦力展開予想図だ。俺たちは小隊に分かれ、各エリアの主力部隊を叩く。一人当たり10人くらいですね。ですが、G さんを失うわけにはいきません。 G 社は大会に出場した格闘家たちを雇い入れていると聞く。そうであっても必ず陣を守り抜く。それに心強い助っ人もいる。必ず戻るって今度は言ってくれたもんね。この音はまさか。Jin Kazama will have to face great difficulties when the time comes. You must protect him. はい、必ず。風間の拳は大事な人を守るためにあるのよ。